どうも、林桐沢目覚め社会学者リッキーです。さあ、今回はサムネやタイトルにもあります通り、魚は痛みを感じるかというテーマでお話ししていきます。今の時点で考えてほしいんですけど、あなたは魚も痛みを感じたり苦しんだりすると思いますか？まあ、人それぞれ意見はあると思いますが、一つ確かなことは、哺乳類と魚では倫理的な扱い、そして多くの人の思い入れが異なるということです。例えば釣りという行為の中で、僕たちは魚の口に針を突き刺し、彼らが呼吸できない空気中に引きずり出しています。まあ、これらの行為は皆当たり前に行っていますが、もし僕が猫や牛の顔に針を突き刺して水中で溺れさせたら、極悪非道なサイコパス扱いされると思います。ではこうした考え方の違いは妥当なのか、僕たちの魚に対する倫理的な扱い、福祉への配慮は適切なのか、今回はこうした議論のきっかけや材料にしてもらうべく、魚は痛みを感じるかというテーマで解説をしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。今から魚の痛みに関して紹介をしていきますが、最初にお伝えすると、今回はこちらの著書、魚は痛みを感じるかというそのままのタイトルの本に沿って進めていきます。魚が痛みを感じるかを議論する上でまず重要なのは、痛みとは何かを定義することです。この本の中で、痛みとは単なる刺激ではなく、情動を伴う刺激であるというふうに述べられています。例えば外部から自分に害をなすような刺激を受けてそれに反応するという行動は、あらゆる生物で観察されています。痛みを感じるどころか、脳みそすら持たないイソギンチャクの仲間も、他のイソギンチャクから触手で攻撃された際にそれを避けるような行動を見せます。生命の進化という視点で考えれば、こうした行動は生命の危機の回避、迅速な回復につながるので、痛みを感じにくい生物よりも、痛みを感じてそれを避ける生物の方が自然淘汰で生き残りやすいです。そのため、こうした刺激に対して生物が反応するのは当然のことにも思えます。しかし、僕らが感じている痛みは単に刺激を機械的に受けるもの、いわゆる身外受容ではありません。その刺激について辛いと感じたり、もう二度と味わいたくないという苦しみや恐怖などの感情を伴うものです。つまり、魚は痛みを感じるかという疑問を解決するには、ただ単に脳のこの部分で刺激を受けているという脳や神経の分析だけではなく、魚には知覚や気づきの能力があるか、もっと言えば魚に意識は存在するのかという領域に踏み込む必要があります。ではどうやって痛みを感じているかを確かめるのでしょうか。人間同士なら表情を見たり言葉を交わして確かめられますが、魚で同じようにはいきません。そこで著者のビクトリア・ブレイスウェイトさんは段階的な実験を行いました。まず彼女は魚の生理的な反応を検証しました。つまり、痛みを感じるような刺激を与えた際に人間でも変化が起こる生理反応、具体的には食欲の減退や呼吸速度の変動が発生するのかを見ていったわけです。実験はこのように3段階に分けられました。第1段階、魚に哺乳類や鳥類と同じような外的刺激をコントロールする受容体と神経繊維があるのかを検証。第2段階、その受容体や神経繊維は魚がダメージを受けた時に活動状態になるのかを確認。第3段階、ダメージを受けた魚の行動が刺激をただ単に受けるという範疇を超えて、その痛みの経験により大きく影響されるのかを検証。ちなみに実験対象は養殖や釣りの対象にもなるマスの仲間で、調べられた箇所は釣りの際に針が刺さる口の周りでした。第1段階と第2段階はサクッと紹介します。まず実験対象であるマスの神経繊維を調べたところ、哺乳類と鳥類の身外受容において重要な A デルタ繊維と C 繊維が確認できました。次に顔や口に点在する受容体に対し、細い金属糸による触覚刺激、集中した光による熱刺激、酢を含んだ水溶液による化学刺激を与えました。
すると各刺激のすべてあるいは一部に対しそれぞれの受容体が反応し電気信号が送られていることが確認されました。これらを踏まえて行う第3段階が肝になってきますが、ここでは蜂の毒と巣、2つの化学物質を用いてその刺激による行動変化が観察されました。具体的には毒や巣を顔に注射した後、魚のエラブタの開閉回数、餌を与えた時の行動を記録して痛みによる刺激がどの程度影響するのかを調べるというものです。もちろん化学物質による痛みではなく、水槽から一時的に出て人に触られる、注射を打たれるという実験過程そのものが魚に影響する可能性もあるので、何もされずに水槽に戻されたり塩水を打たれるだけの比較対象も用意されました。実験では蜂の毒や巣で処理された魚たちは比較対象の魚たちに比べて明らかにエラの開閉数が多くなり、しかもその期間が2時間半も長く続きました。また蜂の毒や巣で処理した魚たちはうねるような独特の泳ぎ方をし、ガラスや砂利に口先、つまり注射を打たれた場所の近くをこすりつける動作を見せました。さらに比較対象の魚たちが餌に関心を示した時間が経過しても、化学刺激を受けた魚たちは食欲が回復しませんでした。これにより外的な刺激を受けた魚たちの呼吸速度や飢餓レベルに重大な影響が出ていることが確認されました。以上の実験に加えて、著者はさらに魚の注意力が変化するかを確かめました。呼吸や食欲に比べて特定のものに注意を払うというのは認知的な気づきの能力が求められます。特に意識しなくても行う呼吸や勝手に湧いてくる食欲に比べると、複数の情報を統合して行うより高次なプロセスなわけです。つまり先ほどのような刺激が魚の注意力に影響していれば、魚がただ機械的に刺激に反応しているわけではなく、僕たちが感じるような痛みを味わっている可能性がより高くなります。今回の実験では巣で処理したマスとただ塩水で処理したマス、それぞれの水槽に鮮やかな色のレゴブロックで作った塔を置きました。通常このような未知の物体が急に現れた場合、マスは警戒ししばらく近づきません。現に塩水で処理しただけのマスは強い拒否反応を示し、塔から距離を保っていました。しかし巣で処理した魚は塔に近づいていき、比較対象が取ったような回避行動を見せませんでした。さらにこの巣で処理した魚にモルヒネを与えると通常の回避行動を見せることも確認されました。つまり鎮痛剤で痛みを緩和することによってマスの注意力が回復したんです。これらの実験によりマスは痛みを検知するのに必要な身外受容体を持っている。それは細胞組織へのダメージを検知し神経に伝達する。それによって魚の生理的行動が変化する。さらに認知や気づきという高次の情報処理にも影響が出るなどの事実が分かりました。以上を踏まえるとマスは刺激を受けて生理反応が変わるだけでなく、認知的な気づきの能力を持ち、刺激に起因するネガティブな経験をしている、つまり痛みを感じている可能性が十分にあると言えそうです。以上の実験結果から魚は痛みを感じている可能性が高いことが示されました。ただここまで聞いても魚の知能は劣っているなどの偏見に引っ張られて、魚の認知能力や感情の経験というものを否定したがる人はいると思います。実際狩猟の写真や生き餌の動画などネット上で動物の扱いが炎上するのは大体哺乳類か鳥類で、魚類の扱いが物議を醸すのは非常に稀です。また動物の権利支持者が漁業を批判する際、大体ターゲットになるのはイルカ漁やウミガメの混獲です。これらは個人的な好みの問題もあると思いますが、哺乳類と魚では感覚、知能、意識などの面で大きな差があるというイメージが世間に根付いているのは間違いないです。では魚は本当に劣った存在なのか、魚には意識や情動がないのでしょうか。これは非常に難しいテーマで、人間ですら意識や認知という明確な答えを出すのは難しく、現在も研究中だったり何の説明にもなっていない宗教やスピリチュアルでごまかしがちです。しかし科学的な事実を集めると、魚における認知、経験、学習というのは
多くの人が思っているよりも優れているように感じます。その中で個人的に注目したい事例がホンソメワケベラです。近年日本の研究者がホンソメワケベラという魚の共像自己認知を確認しました。つまり鏡に映った自分の姿を見て、これは自分の姿だと認識したんです。ホンソメワケベラに鏡を見せて実験を行ったところ、彼らは鏡に映った姿を自分の姿だと確認し、寄生虫を模したマークをつけられた際はそれを鏡で確認して擦り落とそうとし、さらにまだマークがついているかどうかをもう一度鏡の前で確認することが観察されました。共像認知はチンパンジーやイルカなど、いわゆる頭がいいとされる動物でしかできないイメージが根強く、今回の研究も一部からかなり反論を受けたそうですが、研究者の幸田正則さんはその反論に応じた様々な追加実験を行い、ホンソメワケベラが共像自己認知をしていることはほぼ間違いないと十分な証拠を示しました。共像自己認知には自分という存在について認識し、その状態について考えることができる自己意識が必要とされ、これは僕たちが一般に心と呼ぶものを持つ条件の一つとされています。他にも水槽の外に映るものを目印にして迷路の順路を記憶する金魚、他の個体同士の争いを見て A は B より強く B は C より強いという事実から A は C より強いという推論を行うシクリット、獲物を探すためにウツボとある種の協力関係を結ぶハタなど、興味深い事例の報告が数多くあります。これらは一般に頭がいいの一言で片付けられがちですが、今回のテーマに沿って言えば、魚たちは自分の存在について自覚し、自分の経験や周りの環境など複数の情報を統合して判断を下す高度な認知学習能力があると言えます。また脳の構造の話をすると、多少大きさや発達部位の違いはあるものの、魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類、それぞれ脊椎動物の脳の基本構造はそこまで変わらないことが分かっています。魚の知能や痛覚を否定する人は、魚の脳に大脳新皮質がないことを根拠として挙げますが、魚の肺発生を調べた研究により、哺乳類とは異なる部位で扁桃体や海馬体に相当する箇所があることが分かりました。またこれらの部位を傷つけたところ、哺乳類同様に空間学習や記憶の面で障害が発生することも確認されています。つまり哺乳類とは多少違う構造をしていても、脳の別の部位で哺乳類と同じような経験を味わっている可能性が十分にあり、実際に一部は証明されているんです。これらの事実を考慮すると、魚は一般に思われているより高度な認識学習を行うことができ、僕たちが当たり前に痛みを感じていると思える動物、すなわち鳥類や哺乳類と何も変わらない存在と言えそうです。もちろん魚に限らず、他の動物が実際にどのように世界を体験しているのかを僕たちは完全に理解することはできません。しかし魚たちが僕たちと異なる脳で世界を体験し、それを完全に観測できないからといって、彼らに一切の情動がないとする根拠にはできないと思います。僕はあなたと痛みや悲しみを物理的に共有できませんが、それであなたは痛みや悲しみを経験していないって言われたら、はってなりますよね。現在蓄積されている知見をもとに考えると、魚が全く痛みを感じてないとする方がむしろ無理がある主張のように思えます。この魚が痛みを感じるかどうかという問題は、この本の中でパンドラの箱と呼ばれています。よく関明夫さんが開けちゃってるやつですね。なぜパンドラかといえば、今紹介してきた通り、魚が痛みを感じるのであれば、様々な活動や産業に影響を及ぼす可能性があるからです。代表的なものが釣り、特にキャッチ&リリースです。冒頭でも例えに出しましたが、釣りというのは魚の口に針を突き刺し、呼吸のできない場所に引きずり上げる行為です。食べる目的で一時的に苦しめてしまうならまだしも、ただ単に人間の快楽のためだけに何度も苦痛を与える行為というのは、果たして正当化できるものでしょうか。また漁業において捕まえた魚も、群れのまま網に詰め込まれることで強い圧迫を受ける、呼吸ができない船の上で窒息する、ハエ縄の針が刺さった状態で放置されるなどの扱いを受けています。魚が痛みや苦しみを感じているとすれば、かなりひどい仕打ちのようにも思えます。
誤解しないでほしいんですが、僕はここで釣りは邪悪なスポーツだとか、漁師は悪魔だとか、そういうことが言いたいわけではないです。まあ、ブラックバスを擁護している釣り人はアンポンタンですが、それは一旦置いておきます。今回の動画の元になった魚は痛みを感じるかの中でも、本書の目的は議論の下地を提供することと書かれており、釣り人や漁師を批判してはいません。著者のブレイスウェイトさんも魚を食べると自称しており、今回の実験もご自身のチームで行っています。そもそも僕たちは動物の肉を食べる必要があり、動物実験で安全が保証された製品に頼って生きています。たとえどうにかしてベジタリアンになったとしても、野生動物の生息地を奪わないと安定した生活はできませんし、多少なりとも汚染物質は出てしまいます。そして忘れてはならないのは、野生の動物たちは人間がやるよりも無慈悲な方法で容赦なく他の生物の命を奪うということです。生き物の関わりというのは本来残酷なんです。残酷だから禁止しろというのは勉強不足で安直な動物愛護であり、僕はそんな立場を取るつもりはありません。しかしそれでも動物たちに何かしら配慮すべきと考えるなら、今日魚たちに対する法的な規制や世間のイメージは哺乳類や鳥類などに比べると差別と呼ぶにふさわしい扱いの違いがあるように思えます。魚たちの扱いはこのままでいいのか、変えるとすれば僕たちはどうするべきか、魚の福祉というテーマについて今回の内容を踏まえて自分なりに考えてみてはいかがでしょうか。以上が魚が痛みを感じるかというテーマの解説でした。まあ、今回なるべく漏れがないように、そして分かりやすく解説を心がけましたが、今回の話でもっと知りたい、あるいは僕の解説では納得できないという方は、ぜひ魚は痛みを感じるかを読んでみてください。魚に関する知識だけでなく、完璧には証明できない命題に挑む科学者の姿勢やマインドを学べる一冊なので、めちゃくちゃおすすめです。あと動画の後半で触れたホンソメワケベラの共存自己認知については、魚にも自分がわかる動物認知研究の最先端という本がありまして、こちらもめちゃくちゃ面白いので、ぜひこの2冊読んでみてください。まあ、こんな風にこのチャンネルでは海の生き物を中心に生物の生態や環境問題について発信を行っているので、こういうの一緒に勉強していきたいよという方はチャンネル登録、高評価、あとツイッターのフォローなどよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さよならブカ。バイバイ。